はい、我々が施設を使わせていただいているルビー火山のプロチームの U19 なんですけども、非常にタフだったですね。今回のロシア代表がすごくタフなゲームしてますけども、それと同じようにリーチが長くてタフで、そして迫力があって非常にいいトレーニングマッチになったと思ってます。まあ、満足なんてことは決してないんですけどね、非常にトライはしてくれたなと思ってます。ただ決定機を多く作り出した割にはゴールを決めれなかった、2点目以降決めれなかったということは課題ですよね。いや、これは本当に感謝ですね。日本協会としても初めての試みなんですけれども、他の代表チームではいくつか毎回やっているチームがあります。ドイツやアルゼンチンなどのように、我々の選手たちも目指すところはこのフル代表ですのでね、それを目の前で試合を見て、トレーニングも見て、一緒に試合をさせてもらうなんていうのは、彼にとってはかけがえのない刺激になっているんじゃないかと思います。僕は選手にちょこちょこいろんな質問を投げかけてみたんですけども、もちろんワールドカップを見るのが初めてですよね。それでワールドカップとしての規模の大きさ、他の大会との格の違いといいますかね、そういうものにまず圧倒されていたんじゃないかなと思います。それと我々の代表であるフル代表がああいった形でコロンビアをねじ伏せて勝利に結びつけたというのは、一サポーターになっちゃいけないと思いますけども、我々の選手本当に自分のことのように喜んでましたね。我々は U19 の代表として今年10月にアジアの最終予選があるんですけども、それを勝ち抜くことが目的の一つプラス、個人的には個人個人の選手としてはどんどん上のカテゴリーに上がっていってほしいんですよね。今いる代表選手を脅かすような選手が我々のこの集団の中から出てくることを期待しています。非常にテンションが高いですお前らうるさいっていうぐらいテンションが高くてですね、いや、これはやはり目の前で自分が目標としている大会や選手がその場にいるということで、もう内なるものがかきたてられているんでしょうね。でサッカーがしたくてしょうがない状態になっています。ですからこういう時にトレーニングマッチ、試合を見るということですごく吸収力が高まっていると思いますので、本当にいい機会をいただいているなという気がしますね。チームとして最終予選に向かって成熟させていくことはもちろんなんですけれども、それよりももっと先の日本サッカーとしてのもっと長いビジョンですよね。彼らが自分が代表になった時の絵を持つであるとか、2020年の東京オリンピックに向かって自分をアピールしていくとか、そういった大きなサッカー界のピラミッドとして、そんな夢を膨らませてくれるといいなと思っています。